謝り言っってててんんんのにこうやってすいませんでしした許くれないんだよ、ね、オードリー若林優しい顔してるのにさ <laughs> 意外としつこかったんですよ恨んでるよって <laughs> いや恨んでほない東国原さんはね、ええ、あれ芸風だから、ええ、あの人はもう最初からきつい感じで来てましたけど、ええ、若林さんはちょっと意外だったねあそこまでなんか許さんみたいな感じで最で許さんみたいな許さんみたいな <laughs> よいやいやいやオアコンって言ったことを許さんって言ってるわけ 何なんですかね。あのー、よっぽど払ったったんでしょうね<ー>ただ僕脳科学オワコンって言われても全然払ったったないですよだって普段から脳科学は限界があるって分かってるからもともと僕物理学なんであそうなんですか物理に比べたら脳科学なんて経きもういいとこっすよ出<ー>て国解活性化しましたらバカじゃねえかって。<laughs> あのでも皆さんねそれにテレビで脳科学が紹介される時はこれをやるとこれの活性化してますとかやるだけで、うん、本当の脳科学はそうじゃないからね <laughs> ってうまあそれにしてもやっぱり物理学の量子力学とか相対性理論とかに比べたら脳科学なんかちんけなもんですよ、まあ、言われても全然腹立たないもん<ー>脳科学ちんけだろあそうですね <laughs> で,でもしょうがないの脳は複雑だから、うん、でもそれは自分であそうだなって思ってるから別に腹立たないのに、うん、なんでお笑いの人は。うん 怒るのかね。いや、それはズバリ本当のこと言われたからでしょ。でも自信があったら、自信がないからでしょ。ないのかな。だって中身ないじゃん。これ今僕は言ったんじゃないですかね。もちろんスイートの方。聞いて面白くない。中身さんが言ってますから。聞いて面白くない。いや、僕まだ言わないですけど。ただ僕あのずーっと見てるんで日本の笑い正直同じだなと思いますあの。